ちらがあのいくら堂というね、鍾乳洞なんですけど、この橋をね渡った先に、まあ、大きな洞窟、長い洞窟があります。岡山県内ではかなり有名な鍾乳洞の一つで、あの上に、流れている滝、これはあの人工滝で、鍾乳洞にあの溜まった水をなんか排出してるそうです。で、まあ、何度もね動画で中の様子っていうのは伝えたんですけど、まあ、今回は省略でね、今日はあの気になる場所やってきました。見えるかな、ちょっと逆光でこの食堂、展望食堂行ってみようかなと思います。レーダーも完備、そうめん流し、民芸茶屋、結構なの値段がどんな感じなのかなと思ったんですけど、ああまあ昔ながらの価格、まあ、カレーライスもね500円、カツカレー700円、うなぎ丼1000円、まあまあ観光地にしてはまあ良心的なね、食堂ぐらいかなという。いいね、こう回せるやつ、昔のおばあちゃんちにあったよ。このエアコンもかなりねえ、古い感じ。三洋電機株式会社。
あ、絶対これ古いですね。さあ、こちらが、鮎定食並です。かなり豪華な内容になってます。よいしょよいしょ、こんな感じです。あのイクラ堂の洞窟の、まあ、最終受付が、16時半なんで、でまあなんていうんですか、そこから終わった人が来れるようにだいたい18時ぐらいまでここのお店やってるみたいですけど、週末、まあ、土日はもうかなりの人でね、あのお客さんが多いそうで、このこちらのね、あの食堂いうか、なんでまあ今日は、まあ、比較的オフな感じです。丸かじりできるそうです。うん、あ、おいしい。ちょっと今の、うん、あ、出汁が効いてます。うん、いきます。非常にあの良心的なというか、あんまり昔から変わってないよね。で、なんかなっていう、まあ十分1500円でもいいかなというか、カツカレーとかあのラーメンあったりとか、またちょっと気になる感じであるんで、また行こうかなと思います。とっても美味しかったですね。